本日のお宿、アマテラス。周辺には広い無料駐車場を完備。ブルーの印象的なマットで迎えられながら奥に進むと、レトロな雰囲気と重厚感のある館内。そしてこちらが受付。入り口右手には旅の思い出にメッセージカードを書いたり、無料の恋みくじを引いたりするコーナー。書いたメッセージやおみくじはこちらのツリーに飾ったり、敷地内の神社に結んだりできます。フロントにはフリードリンクが数種、いつでも好きな時に飲めます。この日はバードコール作りの無料体験があり、旅の記念に誰でも参加できるとのこと。その模様は後ほど。館内着はこちらの浴衣。お風呂用のカゴも用意されているので、お好みの柄を選んでお部屋へ持っていきます。ロビーの奥は見晴らしの良いテラスになっています。こちらにはフード付きのソファー。チェックインを済ませてお部屋へ向かいます。本日のお部屋は3階、アマテラスのフロントは2階にあたります。アマテラスのイメージカラーの真っ青の扉。お部屋には星座の名前が付けられていました。私たちのお部屋は獅子座。入り口には館内用の下駄が用意されています。お部屋は明るく綺麗で楽しめる作り。ツインの小上がりベッドとベッドルームベンチ。こちらにはお部屋時間を楽しめるバーカウンター。コーヒーセットの他にカクテルセットが置いてあり、シェイカーを使ってオリジナルカクテルを作れます。冷蔵庫の中には無料の炭酸やジン、オレンジジュースが用意されています。カウンターの引き出しにはマドラーやコーヒーカップのセットが入っています。お月菓子はピーカンナッツ。ピーカンナッツをホワイトチョコで包んだお菓子。後引く美味しさでした。そして今回良かったのはこのウォーターサーバー。お部屋にあるとすごく助かりました。ベッド横の引き出しには多めのタオル類と靴下。カゴと浴衣はこちらを選択。窓際には小上がりのくつろぎどころ。バルコニーには陶器のお風呂。洗面台には各種アメニティと化粧品はクラシエのジーラ。洗面台の横にはシャワールーム。そして露天風呂へとつながっています。入り口に少し高めの段差と階段があります。お部屋やお風呂のタイプはいろいろ。下に見えるのは後ほどご紹介する貸し切り風呂。向こうにはうっすらと桜島が見えます。続いては館内散策に繰り出します。最上階の4階にやってきました。現在改装中となっておりますが、こんな素敵な癒し空間も。さらに奥へと進み、こちらの階段を降りると露天風呂付き貸切風呂が4つあります。予約は不要で、空いていればいつでも入浴できます。夜は24時まで、朝は5時からとなっていました。まずは湯。脱衣室にはドライヤーと扇風機完備。まずは内風呂があり、シャワーは2つついています。泉質は単純温泉。
そしてさらに宇宙を横断して窓の外へ出ると、少しドキドキする通路、その先には露天風呂、両面に壁があるので見晴らしは制限されています。続いてお隣の紡ぐ、脱衣室はほぼ同じなので割愛。こちらも露天風呂へは宇宙奥のドアを外へ、先ほど同様階段がありますが、また違った雰囲気です。こちらも景観はこんな感じです。続いて絆、扉には名前が書かれていませんが、お部屋の名前がそれぞれついています。ペーハーは 6.8 の中性、源泉温度は 87.4 度、源泉は無色透明無味、ごく微粒化水素臭。4部屋とも脱衣室は綺麗なのですが、宇宙と露天風呂は古さが否めず、でも入り放題はすごく魅力です。 M 効能は関節リウマチ、腰痛症、冷え症など。露天風呂はドアが硬すぎて開かず断念。さて次は1階に降りてきました。ここはアクティブラウンジとなっていて、卓球やビリヤード、ダーツなどなど遊べるアイテムが設置してあります。こちらもすべて無料となっているので、空いていれば自由に楽しむことができます。そして通路を進み、奥の扉から外へ出て、さらに道なりに進んでいくと、今度はプール付きの露天風呂が4つ並んでいます。まずは手前のブラックホールから、木製のスイングベンチと大きな浮き輪がお部屋の印象をさらに上げています。4室ともに脱衣室とシャワー2つに四角いお風呂とベンチがついています。プールも温泉なので、たっぷりと温泉効果が得られます。続いて地球、太陽のお部屋はこの日は故障中で使用できず割愛。プール付き露天風呂も空いていれば何度でも自由に使用できます。季節により温度もちょうどよく設定されています。水深は約140センチで、大人も思い切り体を広げて泳げます。最後は月、4室とも作りも景観もほぼ同じ。ボディーソープ類、ドライヤー完備。貸切風呂の手前にはちょっとしたくつろぎどころ、腰掛けて桜島を眺めることができます。そしてさらに横の小道を下っていくと、絆神社があります。霧島神社の分祠だそう。縁結びに御利益があるとかないとか。入り口に設置されていた恋占いはここに結べます。さて時間になったので、バードコール工作に行きます。ホテル横の小道を少し上がったところに工房があります。この日は15時から18時まで、好きな時にフロントに声をかけます。まずはこの中から好きな木を選びます。作り方は先に丁寧に教えてくれます。時間は20分ぐらいで、説明なんかを除くと10分かからずできちゃいます。アマテラスの夜勤を入れて、裏には日付などを記入、そして好きな紐を選びます。私は革の茶色の紐をチョイス。とてもいい思い出になりました。その他にもスタンプラリーが用意されていて、各指定場所にあるスタンプを押してフロントへ、素敵なプレゼントがもらえました。
中にはさつまいもキャラメル2つとアマテラスのボールペンが入っていました。さてさて、そうこうしている間にお待ちかねの夕食。時間はチェックイン時に好きな時間を選べます。私たちは19時を選択。夕食会場は2階のフロント向かいの廊下を奥に進んだこちらのレストランベルシーナ。2024年3月にリニューアルされたばかりでとても綺麗です。気兼ねのない純個室となっています。まずはビールをオーダー。冷えのグラスが運ばれてきました。今回の夕食はラッキーなことに窓側のお部屋ですが、窓側の指定はできません。撮影中につき夫は毎回手酌。ありがとうございます。今回私たちが選んだのは鹿児島黒毛和牛&鹿児島黒豚の2種すき焼き懐石。食前酒は青梅の生フルーツ黒酢。前菜は盛り合わせで絹玉巻き、酒粕レアチーズ、サンマ綿焼き、ムカゴ新醸、エビあられ揚げ、かきもち、魚馬煮。何豆腐やろうな、なんか。あ、お品書きみたいね。ね、レアチーズやった。豆腐ね、豆腐じゃなかったよ。ちょっと反応しちゃったね。すごいね。今は綿焼きかな。うん。うん。美味しい。うん。これ取ってない。はい。濃いな。白いなんか。お作りは錦江湾の地魚盛り。カンパチ、タイ、キビナゴ、マグロ、赤エビ。キビナゴ食べたかったね。蒸し物は茶碗蒸し、ウニが乗っています。ちょっと上だけトレードしようか。トゥルルル、上だけトレードとか、上だけ移植する。移植とかこれが一番。あ、ちゃうな、中まで入っとるんじゃない。あ、大丈夫か、大丈夫か。うん、うん、うん、ちょっと香り残ってる。うん、うん、これ何？粘りがあるけど。とろみをあんにしてるんじゃない？とろみは。やばい粘りやけど。違う。合うね、うん、鹿児島の味。美味しいな、うん、始まるよ、今から食べる。お腹いっぱいなってきた。ゆりねお餅や、ゆりねとお餅と具だくさんだね。すごい、お餅ありや。年とともに少しずつ二重奏の会話が多くなってきていますが、次はメインのすき焼きです。鹿児島県産黒毛和牛と鹿児島県産六白黒豚、そしてたっぷりのお野菜。
最近は苦手食材の対応が NG のお宿が増えてきて、夫もなかなか楽しみづらくなってきたのですが、これで上機嫌。メニューは他に鹿児島黒豚のせいろ蒸しや黒毛和牛の鉄板焼き、黒豚の寄せ鍋などありました。こちらの情報は2024年10月現在のものとなっています。さて、今回の宿泊料金ですが、大人2名で一室48,500円。これは期間限定の 30% オフ訳あり2食付きプラン。エレベーター改修工事に伴い終日階段移動の条件でお安く宿泊できるプランでした。入り放題の貸切風呂があるから温泉付きのお部屋でなくてもいいよという方は、通常の期間でももっとお安いプランもありました。こちらのお宿は夫婦旅がコンセプトのお宿で、大人限定、中学生以上から宿泊可能となり、子供は宿泊できません。この日もご夫婦カップルが多く、静かな館内でゆったりとした時間を過ごせました。ご飯は山菜炊き込み、そして漬物は奈良漬けの盛り合わせ、汁物は柚子の香りがたまらないタイのお吸い物、そして最後の締めのデザートはふんだんに盛られたオリジナルスイーツ盛り合わせ、マンゴーにチョコレートケーキなどなど。夫がお腹いっぱいなんてとっても珍しいのですが、それぐらいボリュームのあるお食事でした。さて、食事会場までの廊下にもアクティブラウンジがあります。こちらも無料で自由に使うことができるので、食後の運動にもってこいなのですが、夫動けずダウン。さらにフロント前では食後のカクテル無料サービス、これも夫ダウンで夫婦時間過ごせず。さらにさらに、ロビー奥では夫婦のまったり時間を過ごせるムーディーな空間、テラスでは星の天体観測ができます。今日は看板に書かれているように曇り空のため待機中でしたが、星が出た時は天体望遠鏡が準備されます。こちらは夜のお散歩、夫婦水入らず手つなぎ小道ということで、ライトアップされた露天への道。夫の爆睡中を寄せ目に、妻は一人夜の館内を散策中。貸切風呂のプールは青くライトアップされ、すごく神秘的な雰囲気。24時まで入れるのも魅力。そして隣のくつろぎどころ、月に見立てたライトが何とも精巧。絆神社もライトアップ。ご夫婦カップルで二人きりの時間を過ごすのにはすごく素敵なシチュエーション。朝食も昨日と同じお部屋でした。夕食時は真っ暗で何も見えませんでしたが、朝は桜島が見えます。朝食は洋食コース一択、飲み物はフリードリンク。さて、今回の宿泊の感想ですが、まず私的に魅力的だったのが、8つの露天風呂が無料で予約なしで入り放題だったこと、お部屋でのカクテル作りやロビーでの無料カクテル、アクティブラウンジ、工作体験など、ホテルで時間を持て余すことなく夫婦で過ごせること、そして夕食のボリュームと美味しさ、あとは夕食の時間が18時から21時半とゆっくりなこと、ちなみにチェックアウトも10時半とゆっくりでした。残念だったのは、内湯付き露天風呂や野外の通路など清掃が行き届いてない部分が一部あり、
少し気になってしまったこと。自然いっぱいの場所なので致し方ないのですが、蜘蛛の巣などが気になってしまって、そして思ったより老朽化した部分があったこと。最後に朝食が洋食一択なことも残念でした。いかがでしたか？鹿児島旅行、霧島観光の宿泊の参考になれば嬉しいです。また観光の様子なども配信したいと思いますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。鹿児島空港より車で約30分、横川インターチェンジより車で約30分、溝辺インターチェンジより約35分。 M2 あそいでは主に九州圏内の温泉やお宿を巡り、その様子を定期的に配信していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまた M2 あそいでお会いしましょう。